今からね、ファンタオレンジと、ビール、この二つをね、ちょっと作ってみようかなと思います。私がよくある、手法なんだけれども、まあ、やっぱね、私みたいにこう、給料がね、安い人はですね、やっぱ工夫をして、ファンタオレンジ、そしてビール、これをね、作っていきます。非常に格安でですね、しかも大量に作ることができますんで、これ結構おすすめですね。あ、こう、目をつぶって飲めば、ああ、ビールかな。ファンタオレンジかな。っていうような感じなんでね。ぜひ、やってみようかなと思います。まあ、年収250万の維持をね、ちょっとここで見せようかなと思います。まあ、まず、ファンタオレンジから行きましょうか。まあ、やっぱ必要なのは、氷っすよ。氷が必要ですね。まあ、ドバッと。はい、こんな感じで入れます。そして、ファンタオレンジの原液ですね。野菜生活100。サラサラタイプの野菜ジュース。これね、これをまずは、入れていきますよと。まあ、こんなもんですね。私はいつもこんなもん入れます。そして、ここに、ウィルキンソン、炭酸水。ああ、いい音。これを、注ぎます。私は微炭酸が好きなんで、まあ、こんなもんですね。こんなもん入れます。そして、ちょっとこう、振って混ぜます。いただきます。ああ。ファンタオレンジだ、これは。で、ちょっと濃いめにしようかなと思ったら、その飲み終わりにちょっと炭酸水入れて、いただきます。あー、うまいー。もうファンタオレンジだね。これは。まごうことなきファンタオレンジ。まあ、そして続いてね、ちょっとビール作っていこうかなと思います。まずは、氷ね。やっぱ氷入れちゃうね。なんでだろうね、なんで生ビールにはさ、氷入れないんだろう。その辺よくわかんないんだけど。まあ、入れます。そして、麦茶。ミネラル麦茶ですね。これをね、あ、ちょっと入れすぎたか。ビールの場合は半分ぐらい入れます。ちょっと入れすぎたね。こんなもんにします。ビールはやっぱ私はもう辛口ドライ派なんで、辛口スーパードライ派なんでね。やっぱ炭酸多めにしちゃいますね。ウィルキンソン、入れます。はい。はい、完成。もう、まごうことなきビールですね。じゃあ、いただきます。あー。あー、ビールだ、これ。でも全然後味もビール。やっぱ、この暑い夏にはね、こういう安い、安くね、賢く飲むことで、もうビールも、これなんかだって2リッターだし、これ500でしょ。1.5 飲みますから。おすすめですね。年収250万の維持をちょっと見せたったかなと思いますね。